皆様こんにちは。奈良観光コンシェルジュの松原です。今回は前回の続き、春日大社の境内を順番にご紹介していきます。鹿さんの話も出てきますので、ぜひ最後までご覧ください。前回ご紹介した五重の塔跡から少し歩くと、左手に奈良国立博物館の新館が見えてきます。とても綺麗な施設ですし、正倉院などの魅力的な展示があります。こちらにいらっしゃったら、ぜひどんな企画をやっているのかご確認ください。これを右手に行きまして、参道へ戻っていきます。この自然豊かな参道はいつ歩いても気持ちがいいですね。そしてこうして鹿さんたちが迎えてくれます。右手には片岡梅林という梅林がございまして、毎年梅の香りを楽しませてくれます。参道を少し進んで、左手に興味深い建物があります。ここは仏教美術資料研究センターといいまして、仏教美術に関する資料を作成したり、本や写真などを公開している施設です。この建物は100年以上前に建てられていまして、国の重要文化財に指定されています。春の桜の時期、正面のしだれ桜も見事ですよ。参道を進んで途中道路を渡るんですが、渡ったすぐ右手に芝生の広場があります。ここは飛び火の園地といって、奈良公園最大の広場です。1300年前からある場所で、歴史のある名所の一つです。参道をさらに進んでいきますと、ある施設が見えてきます。ここは万葉植物園という植物園で、万葉集という日本で一番古い歌集に出てくる植物、約300種類を育てています。春日大社は藤原氏という一族が建てた神社で、藤を大切にしています。ですので、ここ万葉植物園でも藤が特に見事です。他にも貴重な植物が見れたりもしますので、ぜひお立ち寄りください。さて、次は右手に大きな施設が見えてきました。これは鹿園と書いて鹿園という施設です。鹿園は奈良の鹿愛護会という団体が運営している施設です。愛護会の方々は鹿さんの保護やイベントなどをされていまして、いわば鹿のスペシャリストたちです。素晴らしい方々ばかりで頭が下がります。鹿さんの話はまた別の機会に詳しくご紹介しようと思いますが、1300年の歴史を持つ鹿さんの歴史もすごく興味深いです。次回は平安の正倉院と言われる春日大社が誇る国宝殿をご紹介していきます。次回もお楽しみにご覧ください。ありがとうございました。